おはようございます。速稼塾の久保でございます。今年もあといよいよ今日と明日明後日と3日ぐらいになってしまいました。もうあっという間でございますね。1月1日に年始の誓いを新たにして、今年こそはこうなるぞっていうふうに考えた1年だったと思いますけども、いかがだったでしょうか。どんな1年になったかなというところでございますけども、1年を振り返るときにやっぱりね、悔しい思い出とか、もう腹の立つこととかね、あいつのせいだみたいなね、恨みに思う1年を思い出すのか、それともあ、こんないいことがあったなと、こんなことができたなと、この人にありがとうと言っていただいたな、おかげさまだなと思いながら1年を振り返るのかによって、どんな2020年を呼び込むのかってことが変わってくると思います。さあ1年間ね、なんかネガティブなことを思い出してネガティブな1年にしてしまうのか、それとも喜びとありがたさを思い出してそういう1年にするのか、それはもう私たちのね、選択次第でございます。やっぱり過去っていうのは多くの方がですね、辛いこととか苦しいことばかりを印象に留めてしまうんですけども、果たしてそうでしょうかってことなんですよね。私たちは日本という国、戦争もないですし飢餓もないと、選べば仕事もある、そして、多くの人とね、つながることも希望すればできるわけですよ。で、この動画を見ているってことは、多分 SNS を活用したりとか、インターネットやね、スマートフォンでいかようにもコミュニケーションが取れる環境にあると思うんですけども、世界でこんなに恵まれている人種ってのは果たして日本以外にどこの国があるのかなと思ったら、やっぱりね、そうではない人、そうではない国の方が多いと思うんですよ。それだけでも本当にありがたいなと思うところもありますし、まあ極端な話ね、やっぱ詐欺で100万円なくなっちゃいましたというふうな方もいると思いますけども、そのなくす100万があったというところでも、実はね、そんなに絶望的なことではないのかなと思います。もちろん自分の損失ってのは自分しか測れないようなね、もう痛みとかね、苦しみとか恨みとかがあるかもしれませんけども、それをもう込みで、人生ができてるとしたら、そのネガティブなところをもバネにしてですね、プラスに変えていくのか、それともネガティブな感情に引きずられてもっとネガティブになってしまいにはね、精神を病んでしまうのか、生活を壊してしまうのか、それは私たちの選択次第なんではないでしょうか。そうですね、最後にね、こういうことをお伝えしたいんですけども、二人の囚人という有名な、ね、言葉があります。その二人の囚人というのは、牢屋に入ってるんですよ。牢屋に入って、その二人の囚人が窓から外を見るんですよね。一人はパッと外を見た時に泥が見えたと言うんですよ。もう一人は星が見えたと言うんですよね。あなたはどちらが見えたでしょうか。それでは、いってらっしゃい。